最近の購入品をドドドンとご紹介していきたいと思います。本当になんでお買い物をしてしまうんだろうって思いながらお買い物をしてしまうんだよねでも今年は旅行にも行けないし、とか言って毎回なんかいろんな言い訳をしながら一目惚れしたら買ってしまうっていう日々を過ごしているんですけれども、はい、バンバカバンバカご紹介していこうと思います。それではスタート。はい、そんな感じで今着てるものからいこうかな。はい、こちらでございます。どんどこどんどんどーん。はい、ロング丈でございまして、丈感といったら、あー見せにくい、こちらですね、スナイデルホームでの購入品なんですけど、スナイデルからルームウェアのブランドが登場して、なんてこったありがとうって感じの、本当に可愛いし、見た目よりもお値段は高くないっていうね、素晴らしい感じなんですけど、はい、そのね、スナイデルホームで購入したベロアのルームウェア的なガウンです。ここでリボンを結ぶ感じになっていて、そうですね、こうやって、はい、パーンって合わせる感じになってます。で、このレースがすごいなんかヴィンテージライクな感じで本当に可愛くて、なんかもうこれを着ているとフランスの中世の姫みたいな感じの、まあルームウェアとして販売してるんですけど、私これ普通になんか外でも着たいなと思ってて、なんかこうデニムとかチロティでその上に羽織って着ても可愛いんじゃないかなと思って、お値段はですね、1万500円とか確かそれぐらいでした。はい、続いて、スナイデルホームでね、本当にたくさん買っちゃったんですよ、今季。もうすでに結構ね、おうち Vlog とかでも、着用している、このスナイデルホームのテレコシリーズっていう、本当に柔らかい着心地がいいルームウェアシリーズがあって、はい、こちらのね、カラーを、この今下にも履いているパンツ、このね、下がフリルになってるのが可愛いんですけど、はい、こちらの、まあ、ルームウェア的なパンツと、あとはお家で着る用のブラトップ的に使いたいパッド付きのキャミソールと、はい、こちらホワイトもありまして、そのロングニットっていうか、なんかちょっと柔らかいリブっぽい素材になってるんですけど、これをまあ合わせてお家で着たいなと思って、もうすでにバンバン着てて、はい、こちらを購入しました。はい、同じシリーズのショートパンツもあります。結構もう届いたのが秋になってからで、ショートパンツもう履けないかなっていう時期になって届いたので、これはもうちょっとね、春だったりとか、あと私お風呂上がりすぐにこういう長いパンツを履かずに、ショートパンツを履いて足のマッサージとかストレッチだけして、寝る時にこのロングパンツに着替えてっていう寝方をしたりするので、はい、その時のね、マッサージの時とかにも着ようと思います。着心地がとにかくめちゃくちゃ良くて、このシリーズはね、買ってよかった。なんか買った時本当に買いすぎなんじゃないかなって思っちゃったんだけど、結果的にすっごく重宝してるし、すでに元取ってるんじゃないかぐらいに着ているので、スナイデルホームは本当に裏切らないなと思いました。で、スナイデルホーム課金が止まらないんですけれども、こちらのトップスも購入しました。じゃーん。これもカシュクールっぽくこの前でね、合わせて着る感じになってるんですけど、こちら色がすごく可愛いハッピーなイエローでございます。ここも下にレースがついていて、ちょっと着てみましょうか。はい、これちなみにこうやってここでボタンで止まってて脱ぐ感じ。はい、こんな感じで、ここでほんとカシュクールみたいに結んで、こういう感じですね。なんて可愛いので、ちょっとこの裾は広がってます、袖ですね。で、スナイデルホームすごく大好きなんですけど、一つ私が個人的に気になるのは、結構この袖がね、長めのものが多いのね。だからちょっとね、家事はすごくしにくい。なんかこう食器とか洗ってる時にも袖が、もう何回こうやって手やんでいてめくれ上げても落ちてくんのよ。で、しかもまあまあこの邪魔なのよ。もう正直言って邪魔なのよ。まあだからね、可愛い部屋着としては最高なんですけど、結構ね、家事はしにくいかなーっていう感じはしますね。こっちのね、ニットもすっごく着心地いいんですけど、袖がね、ちょっと広がってて長めなので、そうね、っていうところはちょっと気になります。ただ、可愛いし着心地は最高です。はい、まだまだあるよ、スナイデルホームっていうことなんですけど、こちらの白のネグリジェなのかな、これはネグリジェ？はい、こちらも購入しちゃいました。ここもね、すごくレースが繊細で可愛くて、ちょっとクシュクシュっとした生地なので、ものすごく着心地がいいです。で、結構ロング丈で、はい、裾もこんな感じでヒラーンってなってますね。で、この多分リボンは前でしてもいいし、まあ、後ろでもしてもいいのかなっていう感じ。なんか私はね、これミュージカル大好きなんですけど、レミゼラブリのラブリーレイディーズって感じがちょっとするな。はい、
そんな感じで、やっぱスナイデルホームは着心地がすっごくいいわ自分を撫で回しちゃうっていうね、思わず。これもすごくたっぷりの丈感とたっぷり布使ってるのに、お値段が1万円を切るという素敵な感じになってます。はい、オリーブに戻ってまいりました。はい、そんな感じでですね、2020年のこれから先、もう外に出ず一生家にこもって過ごすのかっていうぐらい、私今回ルームウェアをめちゃくちゃいっぱいね買っちゃって、でもなんやかんや今年からすごくお家にいる時間って増えたし、やっぱりほとんど夜ご飯はねもう家っていうことも増えてきて、もう夜自分のために美味しいご飯を作って一人でネットフリックスばっか見てるっていう生活を送ってるので、まあね、まあよしとしようって感じで、はい、ジェラートピケの展示会でも購入したルームウェアが届きました。でれーん、なんてこった可愛い、ちっちゃい大人っぽいローズがもうふんだんに使われているパッドが入っているキャミソールになりますね。でジェラピケのものは、はい、ここが調節できるので、胸がこう開きすぎるのが嫌だなっていう時も調節できるし、後ろの方がちょっと丈が短い感じになってますね。はい、ユニクロのブラトップを家で着てることが多いんですけど、なんかちょっとレディーライクなものが欲しいなと思ってちょっとね買ってみたはい、そして合わせてパラーン、はい、ローズカラーのこのねテロテロパジャマ購入しました。パジャマというか、まあおうち時間を過ごすのにもいいなと思って、で後ろにポケットがついていて、ジェラートピケってここに刺繍が入っています。このねテロンという感じを、着心地が絶対にいいのよ。はい、足のねこの下には渋い切り替えラインが入っておりまして、まあこれをねセットで着ておうち時間イエーイ、めっちゃホリデーって感じで過ごしたいと思います。ルームウェアね、これでしかも全部じゃなくてね、まだあと届く気がするんですよね。怖いですね。はい、そして購入品紹介番外編。最近山梨に友人たちと旅行に行ったんですけど、山梨のね小淵沢にキースヘリング美術館があって、はい、私ポップアートがすごく好きで、一番好きなのはアンディ・ウォーホルなんですけど、まあ、キースもすごくその美術館に行き出してから好きになって、はい、その美術館行くのね3回目だったんですけど、今回がで、そのキースヘリングの美術館すごく可愛いのよ。もうなんかこうニューヨークのモーアン美術館がギュッてなってドーンってそこにあるような、ほんと色使いがポップでカラフルで元気が出るようなものが揃っている、はい、美術館のねグッズ売り場なんですよ。そこでじゃーん、ロンティー購入しました。このキースのね3つ目がある、代表的な絵があるんですけど、これがババンとプリントされているものになります。なんかねキースの T シャツすごく、まあ、目を引くのか、結構着てるとどこのですかって聞かれることが多くて、これなんかニューエラとのコラボっぽいんですけど、着心地もすごくいいので、確か6000円ぐらいしたんですけど、お気に入りのプリントのものを持ってると上がるので、こちらも新調しました。続いて購入品、またまた番外品なんですけど、番外編だわ。はい、食器を購入しました。なんか何かの密売人なのっていうぐらいの量の、ものを買ってるんですけど、同じものを6つ購入しました。なんか結構お家に友達が来てくれることが多いんですけど、大勢で来るときマックス6人ぐらいね来てくれるのよ。でそういう時にちょっとおしゃれに飲み物を出すグラスが今までなくて、なのでじゃーん、はい、こんなね素敵なワイングラスを購入しました。これはですね、最近ね Vlog も撮ったんですけど、はい、しゅんさんっていうお友達のめちゃくちゃおしゃれな Vlog を撮る、まあ、YouTube チャンネルも持ってる方なんですけど、はい、そのねしゅんさんが連れてってくれた食器屋さんで購入して、蔵前にあるお店なんですけど、本当にセレクトが可愛くて、でこれねすごくリッチな感じだけど、1個ね330円ぐらいだったんですよ。すっごく可愛いですよね。別になんかそんなにワインとかたしなむタイプじゃないんだけど、飲んじゃいたい気分になっちゃうような、まあ多分実際飲むのはオレンジジュースとかだと思うんですけど、はい、そんなグラスを6つ購入しました。なのでうちに来る友人の皆さん、こちらで楽しく何かを飲みましょう突然のビデオメッセージ。はい、そんな感じの食器のお買い物だったりとか、あとは気に入っているヴィンテージショップで、冬のニットを買い出しました。じゃーん、これねめちゃくちゃ生地がもう絶対冬あったかいでしょっていう素材をしてるんですよ。そしてこのねほんとテディベアのような温かみのあるココアブラウン、はい、でこちらは代官山にあるカーブーツっていう本当大好きなヴィンテージショップがあるんですけど、そこで購入したジルサンダーのメンズのヴィンテージのニットになります。結構 V がしっかり開いてるので、私は中に白 T とかを着て、重ね着して、この裾からも白 T を出してっていう着方をしたいなと思ってます。なんか昨今こうロングスカートが結構定番化してると思うんですけど、ロングスカートにこういうあえて本当に長めの緩いニットをスカートの上から覆いかぶせて、ダルンダルンっていうバランスで着るとすごくこうだんだん
だろう、ゆるい気取ってない大人のコーデみたいな感じのバランスが出来上がってすごく可愛くなると思ってまして、店員さん曰くチルサンダーのヴィンテージのメンズがすごく今人気になってきてるんですって。これはヴィンテージで15,000円とかしました。ただすっごく多分これ元はいいお値段すると思うので、お買い物上手だなと自分で思ってます。はい、続いて、はい、すでにねこれインスタとかでは着てるのを載せてたんですけど、じゃーん、コエルというあのモデルのヨンアさんがクリエイティブディレクターを務めているお洋服のブランドのものです。こちらはですね、はい、お届けしていただきました。私本当に白のケーブルニットが大好きなんですけど、そこにこんな素敵な刺繍が首元に書いてあるニットになってます。で、丈がねちょっと長めで、これもちょっとゆるーんとしたバランスになって、すごく着ていると可愛いです。まあ、見てても可愛いけど、はい、でグレーもあって、でもやっぱり私は白が好きなのでこちらを選びました。お気に入りのニットがあるとね、私やっぱりちょっとあんまり冬が好きじゃないので、でもそんな冬も楽しく過ごせるんじゃないかなっていう希望がこもってます。はい、そしてじゃらーん、こちらは購入品というかこちらのねブランドさんからいただいたものになるんですけど、まだね開けてなくて、で絶対可愛いのでちょっと動画撮りたいなと思ってこちらで開封したいと思います。こちらですね、このポレーヌっていうパリのバッグのブランドみたいなんですけど、最近そのネットフリックスでエミリー・イン・パリスっていう海外ドラマにめちゃくちゃハマってるんですけど、そのエミリー・イン・パリスの中でも登場しているバッグのブランドだそうです。それを言われたらね、もうねって感じ。かわいい、メッセージと一緒に届いた、嬉しい。ディアアミ、かわいいです。すごくね一つ一つがかわいいんですけど、はい、こちらセレクトさせていただいたものが届きました。お、ちゃんと袋付きです。かわいい、デレレレッデレー、こちらポレーヌさんのバッグです。このねホワイトにベージュにゴールドの金具、もう大好きなバランスなんですけど、あ、びっくりしたびっくりした、あの白かと思ったらこれ紙だったわこういうところあります。はい、あ、ごめんなさい、本物の色はこちらですね。すっごく素敵なカラーリングで、こうやってハンドバッグとしても持てるし、こうやって、肩掛けしても持つことができるっていうバッグになります。かわいい、へえ、かわいい、結構中しっかりとマチがあるし、こうやってもうアコーディオン奏でましょうかってぐらいのこの開き方なので、すごく荷物もしっかり入りますね。やっぱパリのねブランドっていいよね。なんか本当に最近エミリー・イン・パリスバッグ見てるから、あ、ときめきバッグです、素敵。日本にもそのシッピングしているみたいなので、なんかブランドのバッグ欲しいけどハイブランドまではいかず、でもちょっと人と被らない素敵なバッグ欲しいなっていう時は、このぜひポレーヌさんでいいのかな、チェックしていただけるといいかなと思います。かわいいわ、いろんなカラーバリエーションもいろんな形もあったので、ぜひチェックしてみてほしいです。はい、そして、バッグもう一つ紹介していいですか。でれーん、はい、多分初のアレキサンダーワンでのお買い物を紹介させてください。とある日私は銀座の6をですねぶらついておりまして、アレキサンダーワンあるんだここと思って入ってみたら、うわ、めちゃくちゃ可愛いっていうバッグに出会っちゃって、しかもねその店員さんがあの私の YouTube の視聴者さんだったんですよ。で、すごく素敵なねあの可愛い店員さんで、なんかもうまんまと購入しちゃったのはい、こんな感じでデレラッテルー、アレキサンダー1のニューバッグです。え、かわいい、なんかピンクのね張りのあるサテンっぽい生地になっていて、なんだけどこのピンクがちょっとくすんでるので子供っぽくなくて大人っぽい、ちょっとスパイシーさもあるような感じのバッグなんですよ。で、かわいい、この布地とこっちはちょっとこうレザーで、ちゃんとこの鋲もついてて、そこにもねアレキサンダー1って書いてあるんですけど、正直荷物はそんなに入らないんだけど、やっぱり今ミニバッグ流行ってるし、ちょうどね巾着になってて上がキュッてした時の、まあ、このねほんと形もすごくかわいいので、でアレキサンダーワンなので、なんかこう綺麗めにも持ってるけど、ちょっとこうデニムとかストーリートっぽいなんかバケットハットとか被っちゃう時の格好にも合いそうだなと思って、で購入いたしました。本当はずっとプラダのこういう形のもの可愛いなと思ってたんだけど、まあ、プラダのものだと結構お値段もするし、ずっとうーんって思ってて、でそしたらアレキサンダーワンでこのね本当求めてた形のものがあったので購入しちゃいました。素敵です。ブラックもあったんですけど、まあ、結構ね私黒目のお洋服も多いので、ピンクの方がこうコーディネートに華やかさを加えられるかなと思ってこちらを選んでみました。お気に入りです。大事に使っていこうと思います。そしてあの正直私このアレキサンダー1を大取りにしようと思ってたんですけど、大切なこの子を忘れてましたのでちょっと紹介したいと思います。何が出るかな、何が出るかな、
じゃらーん、スケーリを購入しました。はい、ファーファーさんの、展示会に行かせていただいたんですけど、そこで購入したスケーリです。今期またスケーリが流行ってきてると思うんですけど、私その白襟とかがついているお洋服が大好きなので、え、かわいい。私ちょっとね、リボンが綺麗にできないんだよな。はい、こんな感じで、スケーリ購入しました。今ちょっと部位に空いてるものにつけてるのでよくわかんない感じになってるけど、こう丸首とかのニットとかにつけて、このねちょっと襟ついてる感を楽しみたいと思います。こういうなんか普段日常でこう着ている服にちょっと加えると、あの服のイメージを変えられるものっていいよね。こちらお値段がまあまあするんですけど、6000円となっております。でね、後ろがこうなってるからちょっとセーラーっぽいラインになるんですよ。かわいい。と、私の学校セーラー服じゃなかったから、ちょっとセーラー服に憧れがあるのではい、大人になってそれを叶えたいと思います。はい、そんな感じで購入品紹介、お付き合いありがとうございました。本当に世の中に可愛いものがありすぎて、ありすぎることが悩みです。はい、この動画を一緒に開けてる気分になったよという方は、高評価ボタン、ぜひチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。